はい、皆さんこんにちは、元気なおじです。さあ今回は KDDI 大規模通信障害ね、もう今となっては皆さんねもう復旧しているのでね、もう昨日までの盛り上がり何だったのかっていうぐらいね、もう今日は静かです。このチャンネルもまた平常に戻りました。本当嘘みたいでしょ、台風が去った後みたいにシャワーッとしてるでしょ、このチャンネルね。昨日までのアクセス何だったんだろうね。はい、そんなわけで、素人の官僚を送り込んで逆に現場の足を引っ張ったんじゃないかっていうね、そんなネットの内容もあるみたいですね。まあでもね、こういう動画もね、昨日の夜ね、おじいがね、まだクビになってなければね、所属しているライバー株式会社ね、林家社長が昨日降臨してたんだよね。ちょっとだけよ、ね。そう、昨日ね、林家社長が降臨してたんだね、おじいのところにね、新しいアカウントでね。で、おじいって来てね。で、ここね、これね、このコメントでいつもおじが言ってるね、このね、おじい、さすが人気者、ね、林家社長。これがね、ね、今月も湧いてますっつってね、もうこういうのをしてね、で、さすが人気者、ね、まあ、これがどういうことかっていうと、いろいろね、まあ、こわーっとこうね、まあ、かまってちゃんが来てるとかね、血が湧いたりするのもね、人気があるからね、その時人を寄せつけるんだよっていうね、まあ、簡単なプラス思考でね、いろいろ教えていただきましたね。なのでね、で、リーカ社長の場合はね、誰が見ても笑って楽しい、配信をね、クリエイトして届けないとっていうね。なのでね、おじいのチャンネルね、おじいがよくライブでね、コラーして怒ってるとね、ダメよっつってね、よく怒られたんだけど、ちょっとやばいな、壁に耳あり、障子に目あり、林家社長にね、チェックされたよね、やばいね。これ、一応元気なおじいね、ライバー株式会社、これ、林家社長ね。林家社長、ここおじいね、大事です。ライバー魂まだ消えてませんよね、ライブ配信また復活ね、いつかしたいと思います。はい、じゃあちょっとね、林家社長ちょっと持っておきましょうね。はい、そんなわけでね、林家社長の新しいね YouTube ね、今回すごいね、バズってるね、再生回数がすごいね、これね、壁に見やすいから、まあいいや、ね、前ね、おじいがね、YouTube、これね、やってる時もね、ね、その時のキャッチフレーズ、ね、最初に、リカちゃんね。ユーチューバーはもう古い。これからはライバーの時代だよね。そのキャッチフレーズだったんだよね。で、いやでもユーチューブまだもうオワコンってやってるけど、まだね、みんな平等にチャンスがあるし、まだいけるよって感じでね、いろいろ話してふーんなんて言ってたんだけどもね。いや結構行くようになったね、最初ね。さすが社長。ちょっとコツを覚えれば私だってって言ってたけどね、いや、おみそりいたしました、本当ね、おじいちょうどなんだっけ、いろいろ盛り上がった時なんで、レンタル Wi-Fi でね、いや大体これぐらいね、パッてやってこれぐらいいくよねみたいな感じで言ったけどね、ちょうどリカ社長ってね、初めてもね、ポンってね、でリカ社長じゃあいつ追い抜かれるのかななんて言ったけどね、すげえな、本当ね、さすがだね。はい、林家社長のね、中国 SNS 動画ミルクティーってやつなんだね。ここに林家社長と LINE と友達になるっていうのもあるんで、林家社長とお友達になれるよ、LINE 持ってる方ね。
はい、で、リンカ社長、そう、あのリンカ社長とお友達になってね、アジーナリスナーだよってね、あのコメントをしていただくとありがたいからね、所属している事務所の社長なんでね、で、あのおじいに対する、苦情ね、苦情なんかも問い合わせ先リンカ社長までおじいだねっつってね、うんうんってこう社長聞いてくれるんで、ね、はい、素敵なリンカ社長インスタもやってるみたいですね、やっておりますインスタね、はい、いろんな YouTuber とかでね、あれもあるしね、かわいいでしょね、社長かわいいよよっね、かわいい社長いっぱいアピールしといたからね、またおいしいもの食べさせてよ、ね、はい、そんなわけでね、リンカ社長軽く紹介させていただきました。ほいで リンカ社長に興味を持った方ね、ここのびっくりマーク押してもらうと、希少な希少で貴重なやつがね見れるんで、なんかまるでね、ビデオコーナーのカーテンに仕切った中のあるビデオの中のワンシーンのような面白いやつがあるんで、見方によってはね、まあ貴重なやつがある。本当はね、なんかテレビでね、他のキャスターと一緒にカーカーって開けたらキャッキャってやって、あれもどっかにあったと思うんだけど、あれどっかに出てきたんだけどね、ちょっとすぐ見つからなかったんだけど、アイドル時代のね、探せば出てくるんでね、ほんともうちょっと面白い動画をね、最後もこう出していこうかな、ね、うん、面白い動画ですね。おじい覚えてからね、おじいこの合宿行った時にね、おじい家庭に寝てる時に朝一番の配信でね、だけどおじいのとここうやって配信しながら来てね、みんなでバーっておはようってバーってやってね、素の血をつくうわーって感じでね、年寄りはねいつもしょっちゅうしっこばっか起きてるからね、ちょうどあやべえなってね、殺気を感じてたんだけどもね、覚えてますよね、そんなわけで肩切っとって面白い動画あるからねはい、そんなわけで怒られるかもしれないね。はい、育っていきましょうね、今回は KDDI のお話になりますね。まあやってらんねえ、石田寮だよね。はい、こんな内容で携帯おじさんからね、金子総務大臣が KDDI 通信障害の情報周知を問題視、幹部派遣は技術に精通した職員ね。でこれがネット上でいろいろ噂になってる問題があるので、それがこれなんでね、素人の金を送り込んで逆に現場の足引っ張ってはないかっていうね、そんな声がいっぱいあるみたいだよ。で、やっぱ国が動けばマスコミを捜査、しょうがねえなって感じのね、要所記事。金子総務大臣は5日の定例会見の中で KDDI の通信障害について改めて問われ、総務省幹部の派遣や今後について語った。冒頭、金子大臣は日常生活や社会経済活動に必要不可欠な中でサービスが2日以上にわたり利用が困難になったことは改めて遺憾に思っている、特に復旧作業が終了したと公表した後、音声通話が利用しづらい状況が長時間継続したことなどを踏まえれば、利用者の周知広報については通信事業者の責任を十分果たしたとは言えないと穏やかな口調ながら厳しく指摘した。まあ、ここもマスコミの表現だよね、緩やかな口調ながらでも厳しく言ったんだよっていうね。ねえ、まあ、こうやってね緩やかな口調で厳しく言った時のね状況です。いつもこんな感じ。
総務省として具体的にどういった点が不十分と考え、どういった検証するのか。金子大臣、通信障害の影響の大きさや復旧作業が終了したと公表した後も音声通話が利用しづらい状況が長時間継続したことなどを踏まえれば、利用者への周知広報の内容、手段、頻度、いずれにしても不安を解消するための工夫する余地があったのではないかと考えています。まあでもね、これ後付け会見で言うからね、本当、でも工夫する必要っていうのは、工夫の句は工作の項なんで、もうちょっと工作する必要があったんじゃないか。十分 KDDI はボット工作したよね。外部有識者で構成される電気通信事故検証会議などでしっかりと検証し、適切な周知広報の在り方について検討してまいりたいと考えています。検証ポイントとスケジュールについて教えてほしい。金子大臣、検討のポイントとしては、設備をメンテナンスする際の事前準備の在り方、通信障害が発生した後の対応の在り方、利用者に対する周知方法の在り方、昨年の NTT ドコモの通信障害を踏まえた教訓が十分に生かされていたかどうかなどが課題になると考えております。でもね、KDDI とドコモの内容を比べると、同じようなことが起こっても、ドコモは最低限で抑えられても、 KDDI は結局全部に至ってしまうっていうね、そこのところが根本的に違うので、どうなんでしょう、それを教訓にっていうか、それを生かそうとしたら全部基盤からやり直しでしょう。どうなんだろうね。法令上は事故発生から30日以内に正式な報告を受けることになっておりましたので、それを踏まえて電気通信事故検証会議などにおいて再発防止に向けた具体的な対応策について速やかに検討を進めてまいりたいと考えております。でもドコモの件でね、あれが要はその後いろんなね、集まりでそれらのことを話し合って、でまあ一言とは言えないっていう発言もあったし、もしそういうことが起こったらっていうこともね、当然ながらしっかりとあって、マニュアルもしっかりとあるわけで、そういった中で、まあこういったものをやるのには一応ちゃんと事前にね、いろんなことを調査だけでなくて、要はシミュレーションしてるわけだろうしね。なので、どうなんだろうね、実際にいくらありやったこれやったとかって言っても、後からの言い訳の材料にするだけで、実際にその時現場で何か起こった時に、じゃあそれが速やかにああなるかこうなるかって言ったら、全くそれがなされていないっていう。で今までの内容を見ても、まあ都合のいいね、想定外のことがとかね、そういう言葉で結局片付けられてしまうので、で今回の件はもうしょうがないで次からっていう、この内容じゃん。何にしてもいろんな件にしてもだいたい大きなことって、でだいたい内容を見るとそんなにふざけたっていう、だいたい内部そんな感じじゃん。でもそこでポコポコっと叩かれて、ああするこうするってなるけれども、他のところがまた同じようになると、その繰り返しなんだよね、同じことの。こういう問題っていうのは本当、どんなにいろんなことが分かって出てきても、ちゃんとやらないし、そこにやっぱり現実的に考えると時間とお金、やっぱ効率化っていうものが出てくるわけで、どこもやっぱり癒やし根性が出てくるし、やっぱおしゃようおしゃようっていうものが出てきちゃうしね、本当。そういうところを考慮すると、まあなんだかんだ言ってドコモの方はね、ちゃんとお金かけてしっかりとそういうところも慎重にやっているっていう、そういうのがあると思うけどね。ショートワークも似たようなところあるけどもね。でもどうなんだろうね、そこの会社がしっかりしていても、ドコモの場合はドコモショップが
もう最低でしょ本当。チンピラ暴力団以下のことをしてるわけだから、もうあの信用は取り戻すことはないと思うし、ね、でソフトバンク傘下の工事やってるところはろくでもない、もう無免許で適当に、ね、やったりとかね、そういったものも分かるし、まあ、通信業界ってろくでもないんだよどの道で。会社自体がちゃんとしっかりしていても、その結局自分のところで全部やってるわけではないから、結局あの受け受け受けみたいな感じでやらして、で看板があると責任は来るけれども、でもここで行き届いてないわけじゃん結局。で今の社会で特にさ、何か問題があってもお客様サポート窓口、それを受けよう専門会社があーってマニュアル通りにやってるだけだから、意味のないサポートになってるんだよね結局。ただあの何件来たデータ集計のためだけのサポートになってるんで、だ本当の意味のお客様の商談ね、問題解決というよりも、ただ本当は斜めて追い返すだけのね、門前払い舞台なんで、まあ今の日本のそういう根本的なものから腐ってるとは思うんだけどね本当。まあ唯一一つね改善したことといえば、札幌市場ね、あそこ一箇所だけが0570お客様サポートね、切り替えて極悪だったんだけども、少し前にフリーダイヤルに戻したっていうね、本当それ良かったなと思って、ね、あそこだけだったんだよ0570、袋が全部冷やしラーメン5個入り買ったら全部袋開いてて、文句言おうかなと思ったら0570ざけんじゃねえよ、ね、本当やってらんないでしょ。それからずっと買わないっていう話をね、もう冷やしラーメン5袋の恨みずっと引っ張るからね本当はね、おじいはね。でマリちゃんは赤いキツネがねちょっとトラブルがあった時にちゃんとあのフリーダイヤルで、で車庫払いで送ってくださいって言うからね、で遅れるのはいいけども、ちゃんと結果報告分析結果教えてください、心配だからってね、またちゃんと製品分析結果とね、安心ですよ大丈夫でしたってことで、であと交換品のね1個ちゃんと来たからね、ほんとなんでね、そこのところで運善の差があったんで、企業イメージっていうのはやっぱだいぶ違うよね本当ね、はい。60時間以上の通信障害となった金子大臣、極めて多くの利用者において2日以上の長時間にわたりまして携帯電話サービスの利用が困難となる前例のない大きな規模であったと認識をしておりました。正式な報告を踏まえて障害の原因などについて確認分析してまいりますが、同様の事案が二度と生じることがないよう抜本的な変更が必要であると考えております。で今回のような大事故でそれを、まあ、調査を踏まえて30日以内というけど、さあどうだろう、これだけの大きな内容で調査の範囲が大きいと思うんだけど、絶対時間が足んないと思うから、絶対に普通にやってたら間に合わないと思うんだよね、膨大な内容になると思うんだけど、だおそらくいい加減になるような感じがするな、なんとなくね。物流や交通など多岐にわたる分野に影響が出た。これからモバイル通信などさまざまなところで活用される中で、一社だけの発信ではなかなか周知が難しいように思える。個社の発表を取りまとめて政府として情報の集約発信に取り組む余地があるのではないか。金子大臣、今回の大規模な通信障害は個人の利用者のみならず、バスや自動販売機などにも大きな影響を及ぼしました。社会全体のデジタル化が急速に進む中で、あらゆる分野に利用されており、社会経済活動に必要不可欠なインフラとしてますます重要になってくると認識しています。あ、KDDI の回線あれかな、ライバー株式会社なんか使ってて、何だったんだろうこの原因はって調べたりとか、あとライバーがみんな配信できないとかってなってて、で調べてたらおじいの動画引っかかっておじいって来たのかな図星じゃないのか林家社長林家社長引っかかったな、おじいの動画にでまあいいや、
ご指摘の情報集約発信についてはまずは当事者である携帯電話事業者が適切に対応していただくことが必要ですが、総務省としても我が国の社会経済活動に与える影響の大きさをしっかりと念頭に置きながら再発防止に向けて取り組んでまいりたい。あのね、おじいがね大臣だったらどうするかっていうと、インフラでしょ、とりあえず。それでこういうことが起きた時の問題、ああするこうするっていうのを、まあ、各社にやらせるっていうのはいいかもしれないけど、どのみちこれ電信柱とか電線とかって使ってるわけでしょ。まあ、電波とかガッパ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 ってやっても繋いでるところは結局光回線なわけじゃん。結局電波でやってないでしょ。でさ、結局日本中その、まあ、独自回線というかダークファイバーを使う独自回線っていうのもあるんだけれども、どのみち日本国民の税金巻き上げて作った、要は国民の財産であるね、電信柱網が、これが要は基盤になってるわけで、そこからいろいろ会社に分けてってね、ドコモが貸し出したりなんなり独占してやってるわけじゃん結局。でこういった場合って思ったより簡単に解決できる。それなどういうやり方かっていうと、もし一社がインフラでしょ、万が一のことがあった場合にその時は非常事態として、例えば今回の場合で言ったら KDDI だったらね、ドコモ、ね、だってそこはドコモでしょ、まあ、ソフトバンクとかそういうところも連携したから、そこの要は割り当てた回線なども使いながら連携したから、要は困った時は助け合いながらね、そういう提供を取り組んで、なんかいろんな会社とかそういうところってあるよね。なんか非常の時になったら回しましょうこうしましょうみたいなあるじゃん、いろいろ。それと同じ感じで、KDDI だからといって、まあ、KDDI 独自の回線もあるけれども、そんな時にはパッとこう切り替えてね、例えばドコモとかね、ソフトバンクと連携取りながら、今どれぐらいね、ちょっと助けてもらえませんかみたいな感じで、で、一定のものをこう割り振らせてもらうっていうね、そこのところで、ちょっとお借りするっていう。利用者に対して、最小限の時間の被害に食い止めて代用させてもらうことによって、そこを防げる。だからいろんな賠償だとかどうのこうの長く引っ張るよりは、そこのところに協力して、ね、その分経費がそっちの方に払わなきゃならないけども、そういうお互いのこう体制みたいのを作っておくといいんじゃないのかなと思うけどね。だからそれが基本的に回線ここら辺ね持って何をするにしても電信柱の許可がつって、おじいがコメファ光申し込んだんだけど、自分のところにも電信柱って許可出したんだけども、でもその2ヶ月以内に電信柱を利用する許可が下りなかったためにコミファ光に乗り換えができなかったっていう、そういう NTT ドコモは嫌がらせをする悪い会社なんで、ね、まあそういうものを受け入れるかどうかは分からないけれども、要は国としてね、そういうふうにしなさいってこう鶴の一声言えば、そういう協力体制で要は重大な最悪なことは意外と短時間で回避できるんじゃないかなと、おじいはそう考えるけどね。まあ頭悪いからね、中卒だし字も読めねえし分かんないけど、こんなバカな頭から出てくるのはそれぐらいしかないけど、現実味があるんじゃないかなと思うけどもね、どうでしょう。緊急通報に従わなかったり、訪問診療などに医療も影響したりしたね。だからこれも実際にじゃあどうすればっていうと、その要はシムロック、シムロックというか、電波の要はその発信した時にだ、電波だったらここら辺もだから、いろんな基地局 au ソフトバンクドコモとかいっぱいあるわけでしょ。でその電波はうちの電波じゃないってことでスルーしてるわけじゃん結局。だドコモの基地局だったらドコモのやつで一致したものだけだから、電波はいろんなものがこうぶつかってるから、ショートバンクのお客さんとか分かるでしょこれ、 KDDI とか
あのショートバンクとか いろんなところのやつが電波が横切ってるけど、自分のところの電波だけ照合一致したものだけキャッチして処理してるわけでしょ。そうでしょ。だからそこの技術的にその一回、アンロック、ね、して、要は受け入れてあげる、要は振り解放してあげるみたいな、そういう非常手段みたいな、まあ、それに対して大した使ったものは KDDI に請求とか、だから具体的に言うと意外と簡単にできるんだよこれって。なんでかっていうと、その電波って全部IMEI と IMA とあれね、IMEI は SIM 情報、あ違う、IMEI はあれか、携帯電話の情報とか、これ個人情報とか、そういったもんで、待って、IMSI と IMEI と、どっちがハブだっけ、ね、とりあえず位置情報を、で、その SIM の、SIM 情報は SIM 情報、あ、これが IMSI か、SIM 情報、どこの誰が契約してるかとか、そういう情報と、端末の情報だね、どこのメーカーの、なんていう、型番のロットナンバーがいくつとか、そういったもの、ね、要はハードウェア情報と SIM 情報、IMEI と IMSI の2つの情報と GPS 情報と定期的にこうアップするというね、何もしなくてもこれをやってるって言ってるのはその内容なんだよ。で、そこで判断してるわけだから、その KDDI の要は電波に対して、要は受け入れてあげればいいだけの話なんで、簡単にできるんだよ、これって。でしょ。KDDI の携帯電話から119番などが入らないという事態が生じたことは極めて遺憾である。こういった事態を深刻に受け止めておる、深刻に受け止めてるんだったら、その他のところでだから一時的に受け入れて緊急通報ができるようにするとか、やれば簡単なんだよ。で、各消防本部に対して、障害発生の当日中に住民への方法など適切に教えていただくようお願いいたしましたということでね、消防庁の公式ツイッターで呼びかけました。で、ここでおじいがいつも言ってる、人の命を最優先にして考えるのか、利害関係を最優先にするのかで、やっぱできるできないというのが出てくると思うんだよ、判断が違う。本当もしこれが中国だったら、おじいが今言ったように、というか即刻にすぐにできる、対処できる内容で、パッとこうやるっていう。だから、ああいうところの、もう、これ言ったらすぐパッて実行っていうね、これやれってやったら、もうパッてやるっていうね、そういうのが、だから、いい面でも働くんだよね、本当。今回総務省は総務審議会竹内氏を KDDI へ派遣した、その狙いと背景を改めて教えてほしい。ここです問題はね。で、ここに一応ね、編集部中ってことで追加ね、竹内総務審議官は東北大工学部卒、電気通信技術システム課長や移動通信課長、電波部長、総合通信基盤局長などを得て2021年現職でこう書いてあります。それで、ちょっと待って、よいしょ、おい、ちょっとごめんね、喉痛いんで、ごめんね、雨。こんな時に雨ここにくっつく？確かに暑いから湿気るけど、このタイミングで離れないぐらいここにくっついて取れない？ねえ、離れてよ、取れた。で、まあこれ自体がね、こういう人なんでしょうと書きながら、金子大臣、総務省としては障害発生の報告を受け、早期の復旧に向けて全力で取り組むとともに、利用者に細かい情報の周知を丁寧に行うことを要請していました。私はこんなに頑張ってるんですよ、アピールね。しかし、こんなに頑張ってるのに、しかし、障害が発生してから長時間で経過しても事態の改善が見られず、今後の見通しも不透明で、
利用者の不安も高まっていたことから、事態をタイムリーに把握し、適切な周知広報のため総理からの指示を受けて、幹部級かつ技術に精通している職員をリーゾンとして派遣し、対応に当たらせました。 SNS 上で素人の官僚を送り込んで、逆に現場の足を引っ張ったじゃないかという誤解もあるが、技術に精通した職員を派遣することで混乱している KDDI に助言し、利用者にもきめ細かい情報の周知広報をやるべきと助言したところです。それで、こう並んでいて、こっちの人が KDDI で、こっちの人がハゲの人で、やっぱりおじいのパッと見ながら当たってたかなっていうのはあるよね。まず KDDI ね、役員一覧ね、はい、でこれがこっち側にいた吉村さんね、でこっちが吉村さんでね、こういったパッと見てね、おじいわかるんだけど、こっちの方だよねっていう、おじい、いろんなエンジニアの方、今までの人生でね関わってきて、でしっかりと、まあ言葉を選ぶのは難しいんだけど、まあ一言で言うとパッと見ればわかるね。でもこの方の場合ね、2020年4月当社執行役員ね、で当社技術統括本部長、まあ、現在に至る。でこの2020年4月に当社執行役員から2ヶ月後の6月に当社取締役執行役員になって、でその10ヶ月後の2021年4月に当社取締役執行役員常務になって、でその2ヶ月後に当社取締役執行役員専務になるというね、ポンポンポンってね、キャリア組みたいな感じだね、うん、ポンポンポンってなんかね、約束されたような、なんかね、ホップステップジャンプね、うん、このポジションまでホップステップジャンテカテカンテカテカンって言うね。はい、で、まあ、新体制ということで、まあ、こういう人たちがねやってますよということでね、代表取締役会長ね、でもう名前だけで顔がパッと出てくるってね、すごいことだよね。ね、高橋誠代表取締役社長ね、うん、ここでね、やっぱ大事になってるわけだから、やっぱりここ2人で出てきてね、だから一番このなんかこの社長というポジションがなんか一番切ないっていうか、あれだよね、なんかね。ね、はい、でまあこうやってね、川本さんとかまあ入れ入れてね、もう こんだけの人がこういっぱいいるんだね、まあ各は昇格した人でしようっていうことでね、はい、こうしてね、昇格しております。はい、こんな感じでね、であとまだまだ下にね続くんだけども、まあすごいいっぱいやってるから、後藤さんなんて取締役でね、早稲田大学名誉教授、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理事とかね、まあ、肩書きすごいよね、うん、この方は三井化学株式会社代表取締役会長、ね、この大川さんはね、株式会社商工組合中央金庫取締役とかね、役職持ってる人ってのはみんなこういう役職があれもこれもってこうついてるからね、うん、ね、まあ、実際に現場で全くこうやってやることはないと思うんだけども、まあ、一応こういうなんか連なってるね、本当、うん、まあ将棋で言ったらね、格下みたいなもんだけどもね、本当。で、あとこれはね、監視役の退任した方は、こちらの方が退任しましたよということで、でこの山本さんの代わりになったんだね、最近ね、うん、で執行役員の昇格
で、日本経済新聞ね、これ6月の25日ね、まだまだ1週間ぐらい前の話だね、これね、10日ぐらい前か、ね、10日前の、総務審議官に竹内氏、接待問題で辞職の谷垣氏5人、処分の秋元前情報流通行政局長ら辞職ということだよね。総務省は25日、竹内ほにゃあき総合通信基盤局長を郵政通信担当の総務審議官に充てるなどの4月1日付の幹部人事を発表した、ね、まだここだったばかり本当ね、偉いところに引っ張り出されることになったね、これもね、本当人事発表してなったばっかりで、ね、すぐ翌日こうなったんだね。同ポストは接待問題をめぐりね、谷垣泰彦前総務審議官が3月に辞職してから空席だった、ね、接待問題で処分を受けた吉田総務審議官や秋元前情報流通行政局長7内閣官房内閣審議官が同時続けで辞職するんだね。だからろくなことしてないでしょ。はい、そしてね、この竹内ね、竹内義明氏なんだね、これね、東北大高卒、旧郵政省へ。郵政20年総合通信基盤局長ね、香川県出身59歳ということでね、郵政なんか郵政ね、郵政、はい、でまあこういう講義もねやっておられるんだね、セミナーなんかもねやっておられる、こんな感じでブワンと、でこれ見にくいんで見やすいやつはこんな感じね、なんか免許証のなんかオールコンプ狙うようにこういうのがね、こういう肩書きみたいのがねポコ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 っとね、ほんとポポポポポポンみたいなね、まあここら辺はインターネットでね見ればパパパパってあるので、でも本当すごいよね、本当2年、3年、翌年って感じで、まあボコボコボコモモモモって感じでこうなるんだね、いろいろね、すごいよねすごいよね、本当ね。はい、1時間目ですよね、深夜に KDDI へ幹部派遣、総務省復旧遅延で異例の対応、これ異例の対応なんだよこれね、総務省は3日全国規模の通信障害を引き起こした KDDI に2日深夜同省幹部を急遽派遣したことを明らかにした。復旧が遅れ119万通話ができないなどの影響が広がっていることに、これなんていうこの行はね、費やした形で幹部を直接送り込み復旧を急がせる異例の対応に踏み切ったということでね、まあ、こういう流れがあるみたいです。で派遣したのは通信分野などを担当する竹内義明総務審議官、ね、時間給、ね、時間給だよ、ね、時間給何十円のおじいと違うからね、本当何十円もいかないかな YouTube、 本当こんだけ長くやって、ね、通信障害の解消、あでもね、おとといね、一昨日はね、すき家のアルバイトをやってるぐらいにはなったよ、ね、ありがとうございます。通信障害の解消へ事態の進展が見られないことから岸田首相が対応を指示したという、ね、でまあ本当ね、これもドワーッとこういうのはね、これ略歴書っていうんだね、これだね、ドワーッとこう並ぶんだね、すごいね本当。
総務省サイバーセキュリティ統括官、ね、日本のセキュリティ大丈夫本当に。それで今回の内容なんだけども、ね、国が動いた、ね、で総務省のサイバーセキュリティ統括官、ね、社員でやっぱりこれね、KDDI これサイバー攻撃やられたよねって、でそれ偉いこっちゃってことで、でああもう無事にって感じで、でね、なんかやっぱり火のないところに煙は立たないって言うけど、意外とやっぱりね、隠されてるものあるような感じするよな、ほんと。ねえ。はい、でね、まあこれ。で、まあここ。なぜだと？ソフトバンク社長を怒鳴った総務審議官。接待問題でお鉢が回ってきた。総務審議官が、万有。旧郵政省出身官僚の質低下の一端だ。なんだと？そっちこそなんだ。昨年11月30日、総務省内の会議室で怒号が飛び交った。総務省関係者によると、総務審議官の竹内義明とソフトバンク社長の宮川純一が今にも取っ組み合いの喧嘩を始める勢いで罵し合ったという。アメトムシとは何だ、ね、この日は携帯電話用の周波数についてより高い金額を提示した企業への割り当てを行うオークション方式の導入に向けた有識者会議が開かれた。そこで奪い合いだったんだ。お何くそお前くそって言いながら、もう命がけのあれだったんだね、多分ね。そうか、もっと、もっとなんか、電波で、なんか問題が起きたんだけど、国民の命が、一斉で何だと思ってるって、その正義感がやめて、あれか、奪い合いか、お金出し合いの。そっちか。会議には、事業者側から楽天モバイル社長の山田氏も出席。会議終了後に山田ら楽天関係者が退出し、宮川らソフトバンク関係者と総務省関係者だけになった際に冒頭の場面になった。その情勢は会議の中にあった宮川が、事業者はいろんな値下げをして国からたくさんの無知をもらいましたが、飴玉も欲しいところですと発言した。前首相の菅さん、名前なんだっけ、が進めた携帯電話料金の完成値下げで協力し収益が減ったことに不満をぶつけ、もう締めくくりはもうこれしかない。もうね、続きを見たかったら、もうこの手のパターンよく引っかかるんだよ、ほんとって思ったもん、私もですね。はい、まあそんな感じでね、やってらんねえシナリオだよみたいな。でもやっぱりね、おじいが重視したのはやっぱここだね、ここだよ。即座に国が出てきた、ね、ここに意味があるような気がするよね、どうしてもね、うん、はい、そんなわけでね、今回の内容はここまでにしましょう。まあ、素人の官僚を送り込んで逆に現場の足を引っ張ったってことだよね。そのためにはどうしても送り込む、早期に送り込む、でやっぱり会見も国が先に行う、でかぶせるね、ってそういう主張があったっていうね、まあ、どうしてもこっちの方に目を向けさせなければならないっていうね。なんだっけな、千鳥だっけかな、
千鳥だったかな確かね、一度こうやってね子供のところにこう天敵がねこうやって狙われたらね千鳥のがねなんかこうやってくるくるっとああってやってああこっちに後ろに下がるよああみたいな感じで気を振って自分が子供から離れさせてね自分をタグにさせてこうやって命かけてねああ誰で餌がここにあるよーって演技をしてね近づいてバタ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 とかやったりとかねまだ死んでくださいみたいなねこういうのもあるんだけどもね違ったか一人じゃなかったかね、まあ、そんな感じでちょっと国がその茶場に出たようにおじは見えてるんだけどもまあどうだろうね本当ね、うん、まあ真相は闇の中です。まあそんなわけで、まあ真相はねなんだっけ誰だっけね美人の萌さんね、メルマガでねいろいろ見ていただければなと思います。1個前の動画で解説してるんで、そちらの方を見てでメルマガを登録して最新情報をもらったらその中に真実ね悪いね、三大悪大感がね、きちっと書いてあると思うのでこいつらの仕業だ、ねそれが世に出てくるのかどうなのかわからないけれどもね、うん、おじはまあ見守りたいと思います。というわけで、今回の内容暇つぶしになった方はグッドボタンを押してください。ありがとうございます。皆さんの意見もお待ちしております。またね、バイバーイ。